フドバルスキクルブスロボナトゥズラは、ボスニア・ヘルツェゴビナトゥズラを本拠地とするサッカークラブ。1919年、ゴルキというスポーツクラブの一部門として設立。クラブの名は、ロシアの社会活動家、マクシム・ゴーリキーに由来し、当時10月革命の影響を受け躍進したユーゴスラビア社会主義労働者と共産主義派の影響下にあった。1927年、 新たに設立された RS リスロボーダのスポーツ部門となった。スロボーダとはボスニア語及びクロアチア語で自由の意。第二次世界大戦後、1958年にユーゴスラビア一部リーグに初昇格し、その後延べ25シーズンにわたり一部リーグに参加。タイトル獲得はなかったものの、1971年にはカップ戦で準優勝するなど、 1992年にリーグから離脱するまで長期間トップレベルを維持した。一部リーグでの最高成績は1976年の3位。ボスニア・ヘルツェゴビナ独立後はプレミエルリーガに参加している。毎年安定した成績を収めているが、旧ユーゴスラビアリーグ最終年にボスニア・ヘルツェゴビナから一部リーグに参加していた後、クラブのうち唯一タイトルを獲得していない。 10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。